秦が建設した主に皇帝のため軍用道路でありますがそれは道道ととといいいうううける高速路意味でありますその中でも最も有名なものが秦の直道とされているものであり秦の首都、えー、があります西安の寛陽宮から内蒙古の九元群城という今のバ馬頭市にありますところまでおよそ700キロの大規模な道路を作っております。 それまでの谷道を通るような道とは違って、高度高原の峠を切り通し、谷を埋めるというような形で、できる限り最短距離で到達できるように作った道路であります。これがその地図であります。寛陽球からオルドスを経て場を通しに至るものであります。